霊覚という言葉の意味を知っていますか？霊覚は魂の成熟度を指す言葉です。要するに霊覚が高い人は魂の発展が一般の人よりも進んでいるということです。霊覚は人間だけが持つものではありません。動物や植物、そして物質にも同じく存在しています。この世に存在するあらゆるものが霊覚を持っているのです。ツイン霊は何度も生まれ変わりを繰り返していますが、その都度魂は深まり霊覚も高まっていきます。ただし霊覚が高いからといってそれだけで幸福になるとか善人であるというわけではありません。これに関することは霊覚とは別の問題ですので誤解しないようにしましょう。人間には皆必ずオーラが備わっています。これは見ることができるものではないけれど、スピリチュアルな感性が鋭い人なら時折はっきりと見えることもあります。オーラは人それぞれ異なる色を持ち、その色には性格や将来の運勢などが反映されています。霊覚が高い人のオーラは一般的に白色が多いと言われています。白色のオーラは純潔や無垢、高い精神性を表しています。オーラが見えなくても霊覚が高いツイン霊は普通の人とは異なる雰囲気を漂わせています。これが判断材料となり、その人が頼りになる感じや説得力を持っていたり、何か不思議と信頼できる雰囲気が感じられることがあります。不思議と霊覚が高い人の周りには人が引き寄せられることがありますのです。霊覚の高い人には様々な特徴があります。これを覚えておけば霊覚が高い人を見分けられるようになります。どのような特徴があるのか分かりやすく解説しますね。1、孤独に襲われる。霊覚が高い人には逆説的に孤独感を感じるという特徴があります。これは霊覚が高まると同じような高い霊覚を持つ人との出会いが難しくなるためです。高い霊覚を持つ人は少なく、その中で気が合う人を見つけるのが難しいことが原因です。さらに霊覚が上昇するプロセスで人間関係が変化することもあります。もともと霊覚が高いあなたはその霊覚がますます高まりやすいため、付き合う人が変わり続け、結果的に孤独感を覚えることがあります。2、運に恵まれる。霊覚が高いツイン霊は幸運を引き寄せる体質だとされています。これによりラッキーな出来事や好機に恵まれることが多いのです。例えば宝くじに当たる、助けてくれる人との出会い、トラブルや事故を回避できるなど、幅広い面で運が良いと感じることがあります。さらに物事を前向きに考え、ポジティブなエネルギーを持つことが一般的です。この前向きな気持ちが良いエネルギーを引き寄せ、結果的に幸運な出来事を引き寄せる要因となっています。3、周りから嫉妬される。霊覚が高いツイン霊が抱える特徴の一つに周りの人々からの嫉妬が挙げられます。高い霊覚を持つあなたは多くの良い出来事に恵まれ、外見的にも優れていることがよくあります。一方で霊覚が低い人にとっては羨ましい存在となります。ただしこれはあくまで羨ましいと感じられるだけでなく、時には嫉妬という感情に変わることがあります。その結果、嫉妬から来る嫌がらせや足を引っ張る行為に遭うことがあり、最悪の場合危害を加えられることも考えられます。高い霊覚を持つあなたにとっても苦労が絶えない一面があるのです。4、自分のミスを認められる。霊覚が高いツイン霊はミスをしても言い訳をせず、完全に自分の責任として認め、しっかりと謝罪します。この姿勢は失敗を受け入れ、それに対する反省と改善を行うための基盤となります。ミスを率直に認めることで自分の能力向上につながります。同時に他者がミスをした際にも容赦なく責めることはありません。この姿勢は
人間らしさと対等な関係を尊重する態度の表れと言えるでしょう。5. お金に執着がない。霊格が高いツインレイにはお金に執着しないという特徴があります。彼らはお金に縛られず、仕事の選択においても物事を判断する際にお金を基準にしません。確かにお金は生活に不可欠なものですが、彼らはお金を追い求めることで得られる幸せよりも他者とのつながりや内面的な豊かさ、誰かを助けることや社会貢献などが本当の幸福であると信じています。そのため霊格が高い人はお金に振り回されず、自らの幸せを求めてお金を手段とせずに他者への貢献や善行を通じて充実感を得ることができます。 6. 帝王切開で生まれている。霊格が高いツインレイには生まれる時に帝王切開で生まれた人が多いと言われています。自然分娩と比較してみれば、帝王切開は痛みを感じずに生まれることができる方法です。これは一つの幸運と言えるでしょう。またスピリチュアルなエネルギーはお腹の下にある丹田と呼ばれる部位から発散されるとされています。帝王切開で生まれる場合、この丹田の位置から生まれることができるため、霊格が高い人が帝王切開で生まれる確率が高いとされています。だが、美人やイケメンな容姿、美人やイケメンには具体的な定義が存在しません。顔の大きさや目の大きさ、鼻の高さなどの数値で美しさを測ることはできません。なぜならそれは人それぞれの好みに依存しており、美人とされる人でも個々の好みに合わないことがあるからです。美しさは主観的であり、魅力や美しさの感じ方は人それぞれ異なります。他人が美人だと感じるかどうかは見る側の価値観や感性にも大きく左右されます。ただし興味深いことに、魂が変わることで外見も変わるとされています。内面の変化が外見に影響を与え、人の魅力がより引き立つことがあると言われています。人は内面の豊かさやポジティブなエネルギーを持つことでより魅力的に映ることがあります。 8. 目の雰囲気が違う。目の雰囲気も重要な要素です。魂の変化によって目力が強まり、人の内面を表現する窓ともいえる目の表情が豊かになります。逆に高次元の存在とのつながりが深まることで目が暗く印象的になることもあるようです。美しさは多面的であり、外見だけでなく内面やエネルギーの質も影響します。人は魂や内なる世界の変化を通じて独自の美しさを放つことができるのです。最後に霊格を上げる方法を高める方法について解説します。 1. 努力する。霊格を上げるためには挑戦、失敗、学びを通して成長することが重要です。自分の魂を進化させ高めるためには、さまざまな経験を積むことが欠かせません。成功だけでなく失敗からも学びを得て努力を続けることが不可欠です。他人と比較するのではなく、自分自身と向き合い、内なる気づきを大切にしましょう。人を羨むことや見下すことなく、謙虚な心で成長を目指してください。 2. 怒らない、イライラしない、人を批判しない。霊格を高める過程で大切なのは怒りやイライラを抑え、他人を批判しないことです。高い霊格を持つ人は自然と穏やかで優しい心を持っています。怒りやイライラは霊格を下げる原因となりますので、冷静な心を保つことが大切です。また他人を批判することも避けましょう。否定的な言葉や感情は霊的なエネルギーを低下させます。 3. 欲を手放す。霊格が高い人は利益を追い求めたり物に執着し続けない特徴があります。彼らは物質的な欲望を手放し、霊格の向上に焦点を合わせています。
欲望を手放すことで逆に自然と必要なものが引き寄せられるとされています。物事に執着しないことで心が軽くなり豊かな霊的な経験を得ることができます。 4. 般若心経を唱える。般若心経は毎日の読経や写経を通じて霊覚を向上させると言われています。般若心経に集中することで雑念が入り込みにくくなり心が静まります。また写経は文字を書くことで心を整え集中力を高める手段となります。瞑想も雑念を払い魂を洗練させ霊覚の向上に寄与します。静かな場所で深呼吸をしながら心を落ち着かせ自己と向き合う時間を持つことが大切です。これらの行動は欲望を超え心の平穏を追求することで霊覚を高める手助けとなります。欲望を手放し深い静寂に包まれる中で霊的な成長を遂げましょう。5. 神社参拝を通じて霊覚を高める。神社はパワースポットとして知られそのエネルギーを受けることができる場所です。自分に合った神社を見つけ参拝することで霊的な成長を促進できます。神社参拝は霊覚を高めるための効果的な方法の一つですが、その際には神社参拝のマナーや作法についてしっかりと予習しておくことが大切です。心を鎮め感謝の気持ちを持ちながら神社を訪れることで霊的な浄化やエネルギーの受け取りが期待できます。 6. 手相占いや生命判断で霊覚を知る。手相や生命判断はプロの占い師があなたの霊覚や霊感について読み解く手段です。手相や名前には個人のエネルギーや運命が現れており、それを解析することで現在の霊覚や将来の可能性を知ることができます。占い師からのアドバイスを受けることで自分の霊覚がどの程度であり、どのようにして霊覚を高めることができるのかについて理解を深めることができます。占いを通じて得た知識を実践に生かし霊的な成長を目指しましょう。これらの方法を組み合わせることでより効果的に霊覚を向上させることができます。霊的な探求心を大切にし日々の生活に取り入れながら霊覚を高めより良い人生を築いていきましょう。